いい風だ。ひんやりして気分転換にはちょうどいい。走り屋か。ここらじゃ見かけない顔だな。俺とバトルしたいだろ。でバトルをしないのが俺たちの流儀なんだ。気に入ったか。不利な敵地へあえて行こうという発想がない。いいだろう。このバトル受けて立つだ。だが相手の地元に乗り込んでくる心意気は評価してやるが、それがどれほど厳しいことかお前に教えてやる。今はまだ誰にも負けやしない。今日は本気の全開ドライブだ。この一戦に自らの進化を問う。できたか。さすがというか天命だ。そうか。あいにくだったな。このモロカを持っていた。維持した位置から観察すれば戦闘力は丸裸だ。ついていけるかどうか、このバトルのキーポイント。それにしても速い。この速さは理屈を超えている。俺の理解を遥かに超えたところにいるということなのか。行動最速理論の大幅な書き直しが必要となりそうだ。残されたチャンスは少ないが、ものにするぜ。お地元で資格を取ることになるとは。おすごいやつだ。あのドリフトはまるで芸術だ。そんなことが起こるから峠は面白い。久々に俺が本気で熱くなれるターゲットに出会えた気がする。この落とし前は近いうちに捨てる。
次に会うことは楽しみ。それじゃあ。